大変お待たせいたしました。それでは栄えあるノーベル物理学賞の受賞者、そして東松山市の名誉市民になられました梶田隆章先生の記念講演会を始めさせていただきます。梶田先生の経歴等につきましては皆様よくご存知のことと思います。パンフレットにも記載がございますので、早速ご講演をお願いしたいと存じます。ご講演のタイトルはニュートリノの小さい質量の発見です。それでは梶田先生、よろしくお願いいたします。盛大な拍手でお迎えください。はい、はい、それでは、改めまして、私の方から、ニュートリノの小さな質量の発見ということで、1時間ほど話をさせていただきたいと思います。それで本日なんですけども、このような形で、考えてまいりました。まず初めにとしまして、大学院以前の話を少しさせていただきまして、それから、科学研究を志した頃の話、それから大まかな流れですけども、神岡での実験のお話、それからその後のスーパー神岡で実験と小さいニュートリノの質量の発見の話ということですが、昔の話ばっかりでもちょっと寂しいかなと思ったのでですね、少し今後のこととして2つほど入れさせていただきました。重力波の観測、それからあと、未来の研究の夢ということで、入れさせていただきました。では始めたいと思います。まずちょっと一応皆さんのパンフレットの方に出てるということなんですけど、簡単にもし私の履歴を書くとすると、大体こんなような形になるんですが、細かいことはよろしいんですが、言いたいことはですね、大学を卒業するまで、大学3年の1年間を除いてはですね、東松山に住んでおりまして、先ほど市長さんの方からも、私のなんかビデオで あったということですけども、ともかく東松山の、ゆったりした環境の中で、大学終わるまで住んで育ってていただきました。それでじゃあ私の中学校の頃の話なんですけども、実はそのさらに小学校のところも入れればよかったのかもしれないんですけども、ですね、実は10月6日にノーベル賞の発表があってから、もうてんやわんやの毎日が続いておりまして、で私今は越谷に住んでいて、休日は富山のに家族が住んでるもんですから、そちらに帰るんですけど、どうもその両方には小学校の時代の写真が1枚もなくてですね、中学から始めます。もっともネットを探せばきっと出てるんだと思うんですけど、ちょっとそれはサボりました。で私約40年前に稲荷中学校の3年4組で卒業いたしました。で今私183センチちょっとありますけど、当時の私はこれでございまして、あんまり183センチなさそうで、実際本当にそうで小さかったです。先週の土曜日に川越高校の同窓会があって行ったんですけど、なんでそんなにでかくなっちゃったんだと高校の時の同窓生に言われました。さて、で中学校の頃なんですけども、この頃何を考えていたかなということを考えると、正直あまり具体的なことは考えていなかったような気がしています。ただし多分漠然と理科や科学に興味を持ってたのかなというふうに、そういうふうに思い出します。でちょっと
説教がましいんですけど若い皆さんへというのでちょっと入れてみました。おそらく中学校の頃多くの場合はあんまり具体的に将来設計はしなくても大丈夫じゃないかなというふうに私は勝手に思ってます。つまり自分は絶対こうなると自分の将来を決めない方がいい場合も多くあるかなというふうに思っています。多分自分の興味と適性をですね少しずつはっきりさせていけばいいんじゃないかなというふうに思っています。で一方で できればですね将来にいろんな可能性があることを考えてやはりまた申し訳ないんですがいろんな勉強しておいてほしいとは思っています。中学生の皆さんには。で、特に私の専門から言えば自然や宇宙に興味を持ってもらえれば、非常に嬉しいなと思っています。このような形で中学生の頃は普通に何も考えない中学生だったんじゃないかなと思います。で、じゃあということで次高校ですけど、やってたことはですね主に弓を引いていました。走るのとか速くなかったし少なくとも高校に入った時はすごく小さかったので、なかなかそういう分野ではこうやっぱりなかなか難しいのかなと思って、弓を引いたようなそんな感じなんですけど、弓の、虜になっていったようなそんな感じです。で、理系に進むことにしました。で、これ漠然となんですけども物理学などの科学に、それからほとんど講義はなかったんですけど天文学にも興味を持っていました。で結局大学では、物理を勉強することにいたしました。でじゃあということで大学ですけど、主に弓を引いていました。これはですね3年生の時の4月に、埼玉県の旧大宮市ですね氷川神社の花祭、弓道大会の時の写真です。で、たまたま残ってたんですけどこれが私です。で、一応弓はやってたんですけども、でも大学の物理の授業は面白いと思ったものもありまして物理の魅力に惹かれていったというそんな感じです。だけど、毎日の暮らしがこうだったので勉強不足だったなという感じはしています。 でも高校の時に、物理学を、志望したその思いっていうのは、やはり大学3、4年生になってもありました。ただし、本当に物理学を本気でやるための勉強は全く不十分でした。でもそうは言いながらも、大学院で物理学の研究にチャレンジしたいと、決断をした次第です。で、それでなんですけどここに書いてあるんですけどそのためですね3年生の秋に4年生でちょっと最大の弓道部というのはですね、ある意味ちょっと変わっていて3年生で副将をやった人間が4年生で主将をやるという、そういう習わしになってまして要は一人だけ、ずっと4年の秋の終わりまで、主将をやるという、そういうことだったんですけどもでも主将をやると大学院はないなということで無理をお願いして主将をすることを辞退し勉強に励んで大学院を受験するということにいたしました。これは本当に人生の重要な決断だったというふうに思っています。で大学院の研究室を大学院に入るとどういう研究をしたいかということで研究室を選ぶんですけども、素粒子原子核宇宙線のような分野に、興味があって、その分野を考えました。で実はこの分野理論をやる先生方と実験をやる人間とかいるんですけども、
私は理論研究は全く考えていませんでした。これはもう無理との判断で、多分これは 100% 正しい判断だったというふうに思っています。で、いくつかの大学の研究室を調べたんですけども、あんまりこういう研究をやっているところが少ないような感じでです。で、多分今もし若い人がいるとですね、信じられないかもしれないんですけど、インターネットがない時代で大学のどういう研究室で何をやってるのかっていうのはなかなかわからない、そういう時代でした。まあ、ただ東大に行けば希望する分野の研究ができるということは、募集要項にもありましたので、それで東大を受けるということを決めたということです。で、この時はもう自分の能力とか考えずに勝手な判断でした。こんな感じで本当にありがたいことにですね、多分全然学力的には満たしてなかったんですけども、でもともかく大学院学生として取っていただき、科学研究の道に入ることができました。で、これからですね、ちょっと科学研究を志してということで、少し、物理学者が一体根本的に何を考えているのか、特に物理学者のうちも、素粒子ですとかそういう分野の物理学者が何を考えているのかということをちょっとだけ言っていきたいと思います。物理学の夢なのか物理学者の夢なのか分かんないところなんですけど、で皆さんご存知のアイザック・ニュートンという人がいますが、彼が偉いところはですね、この天空の星、これの運動と地球の上でリンゴが落ちる、この現象が実は同じなんだよと、同じ原理に基づいて起こっていることなんだということを発見したというふうに言えることができ言えるかもしれません。つまりですね、これ万有引力の法則の発見の話ですが、つまり星の世界と地上の自然法則の統一というふうに言えるかと思います。で、さらに少し時代が現在に近づきまして、皆さんご存知のように乾電池に電流を流して豆電球をつけとくと光ります。これは電流が流れてるから光るわけです。で、一方で全く違いますが、磁石があって、磁石は、鉄を吸い付けるというわけです。で、これら2つの現象は全く違いますが、少し、19世紀になりまして、マイケル・ファラデーという人が、いや例えばこういうコイルのところに磁石を入れたり出したりすると豆電球が光るじゃないのということを発見したわけです。つまり、この豆電球が光る電気と磁石に鉄がくっつく磁気は全く関係ないと思ってたのが、実はこのような発見を通して、電気と磁気は根本的には同じ物理法則なんだということを発見したわけです。つまり電気と磁気の統一ですね。このように、物理学者の夢としてはですね、いろんな現象をなるべく一つの原理で説明していきたいと考えるわけです。で、さらに時代が現在に来ると、現在の物理学者は何を考えているのか、ち
ちょっとだけ説明させていただきたいと思います。すいません、字がちょっと小さくて申し訳ありません。世の中にですね、実は重力以外、重力はちょっと非常に難しいんで、重力以外3つの力があるということが分かっています。で、一つは電気と磁気を一緒にした電磁気力ですね。で、それに加えてこの原子の一番真ん中にある原子核、これどういうものかというと、拡大してみるとこんな形で、陽子や中性子が非常に狭い空間に、閉じ込められているわけなんですが、これすぐ分かりますけど絶対電磁気力じゃないんです。これをこうくっつけてるのはっていうのは、この中性子っていうのは電気を持ってないんです。したがって電気的に引き合うことはない。さらに言うと、陽子と陽子がこういうところにくっついてるってことは、陽子と陽子は、もし覚えていればプラスとプラスの電荷は反発し合います。したがってこういうところには絶対に一緒になっていることはないんです。にもかかわらずこのように、原子の真ん中には原子核というのがあって、そこには陽子と中性子が固まっている。これが可能になるのは、電磁気力とは全く違う別な力、もっと強い力で、陽子と中性子を固めている必要があって、それを物理学者は電磁気力より強いんで強い力と言ってます。で、さらになんとなく分かるんですけど、強い力があるっていうときっと弱い力があるだろう。で、まさにその通りで、実は本日のお話に出てくるニュートリノというのは弱い力だけを感じる、素粒子で、こう物質があってもですね、何も感じないので、地球でも何でも通り抜けていくと、こういうことが分かっています。で、先ほどの前のページ、そしてその前のページのことを思い出してもらうと、じゃあ物理学者が何を考えているかっていうのは、ほとんど分かるかと思います。そう、世の中に3つの違った力があるのがどうも気に入らない。きっともともとはこの3つの力は同じなんじゃないのということで、素粒子の大統一理論というものが提案されています。それで、名前だけで結構なんです。素粒子の大統一理論というのが提案されていて、もしで、ここからは重要なんですけど、もし素粒子の大統一論が正しければどういうことが起こるかということを考えるとですね、こういうことが必ず起こるだろうと予言されたわけです。この原子核、この原子の周りの中心、原子の質で中心にある原子核ですね、ここにある陽子や中性子、これが勝手に壊れていくんじゃないのと、そういう予言がありました。で、勝手に壊れていくんですが、大体どのくらい経つと勝手に壊れるのかっていうのが重要です。で、ここの絵はちょっと古い絵ですけど、鶴は千年、亀は万年なんですが、大体陽子の寿命はこの当時、約もうこれ40年前ですけど、すいません、見えないです、10の30兆年という、そういう予言がありました。10の30兆年というのはどういうことかというと、現在の宇宙の年齢が138億年です。138億年というのは10の何兆年という言葉で言い換えると、10の10兆年です。つまり陽子は宇宙の年齢よりもそれの100億倍の100億倍くらい長い寿命で壊れるんじゃないのという、そういう予言があったわけです。で、これ非常に重要で、
これが確かめられれば本当に素粒子の大統一、力の統一する理論が確かめられるということになるんで、これは重要だっていうわけです。でも要は、宇宙の年齢のおよそ100億倍の100億倍長い寿命をどうやって測るんでしょうか。これって測定不可能じゃないのというわけです。でもこれ実は可能なんです。どういうことかというと、一個の陽子を見ていて壊れるのを待ってたら、それは10の30兆年待たないといけないんですけど、それはちょっとやってらんないということで、代わりに10の30兆個、つまり100億倍の陽子を観測していれば、1年に1回陽子の崩壊が起こるはずだと。でこれを観測すればいいんじゃないかというわけです。で10の30兆個の陽子なんですけど、これ意外と OK で、1トンの物質中には 6×10 の23兆個、これは1グラム中の陽子と中性子の数です。それの、1000倍、これでキログラムですね。で、1000倍、これでトンですね。これだけの陽子と中性子がありますので、だいたい1トン中には陽子で 3×10 の29兆個の陽子があるというわけで、要は、1トンじゃ足らないけども、10トンとか最低10トンとか、そういう物質を観測し続ければ陽子の崩壊が見つかるかもしれないというわけです。で、そういうことを探そうというわけで、私の、大学院の時の指導教員の小柴先生は、紙を噛んでという実験を始めました。すいません、前置きが長くなりましたが、いよいよ、はい。で、大学院に入りますと、このすぐに紙を噛んで実験に、参加しまして、研究者の卵としての活動を始めました。で、紙を噛んでの実験というのはどういう実験装置かといいますと、だいたい直径が16メートル、高さ16メートルの、水槽の中に、純水3000トンを貯めて、その中で起こる現象、それも光を、素粒子、あるいは、すみません、陽子の崩壊が起こると光が、特徴的な光が出るので、それを捉える光検出器をこう設置したような、そういう装置です。この実験に本当に駆け出しの卵として、研究者の卵として活動を始めました。で、研究場所なんですけども、東松山市はここら辺ですが、我々の研究場所はこちら、岐阜県の一番北ですね。ここに現在飛騨市というのがあります。で、ここの、さらに一番北の端が神岡町というところなんですが、それもさらに一番北の、富山県との県境、ここに、実験装置があります。で、どういう場所かというので、なかなかこれだけですとわからないので、ちょっとだけ紹介したいと思います。大体、国道沿いに我々の研究施設あるんですけど、こういうところです。ここにバス停があって、モズミと書いてあるんですが、ここの、集落が、我々の研究拠点となっています。で、分かる通り、割と、こう古風な、町です。で、さらに少し、研究場所を離れて付近の自然を見ると、こんな感じで、非常に自然の豊かなところで研究をしています。で、今年はちょっと残念ながら暖冬で、多分ここまでまだ白くはないんですが、普通の年ですとこんな感じです。で、それで我々、
あ、実はここに神岡で実験建設の頃って書いたんですが、我々の研究をやっている分野、宇宙船ですとか素粒子の実験分野ですと、実験装置は作る、まずそこから入りますので、したがって実験装置を作る、その頃の、まあ、その頃の、写真がこれです。で、ここに、私 の、 大学院の指導教員の小柴先生がいて、もちろんご存知のとおり2002年ノーベル物理学賞受賞者です。それから戸塚洋二先生、この先生も非常に偉い先生で、早くして亡くなってしまいましたけども、文化勲章など数々の賞を受賞されている先生です。その他、菊根先生などということで、まあ、前に3人の偉い先生がいてですね、当時の大学院学生はそこから数メートル下がったところで記念写真しては変なんですけども写っていまして、で、私がここです。まあ、こんな感じでですね、こういうようなメンバーで神岡でを建設してたというわけです。それで、まあ、ちょっとレゾリューションが悪くて申し訳ないんですけど、でも分かると思うんですが、誰も白衣は着ていない、作業服です。それからともう一つ、この中にちょっと映ってなかったんですけども、非常に重要な先生がいらっしゃるので、お二方紹介しておきたいと思います。それでこの写真をお見せしたのはですね、やはり一つ言いたいことは出会いの大切さ。今日は神岡でのこの実験の成果について全て言う時間はとてもないんですけども、この実験、まあ、私本当に素晴らしい成果を出した、本当に素晴らしい実験だったと思います。で、おそらくその原動力はですね、最初の素晴らしいアイディア、まあ、これは小柴先生のものですが、それと神岡でを、実現した人なんです。で、実は、まあ、これも詳しいことは述べませんけども、信じられないくらいいい先生方といい、ね、仲間がいたことで神岡では素晴らしい成果を出せたというふうに思っています。まあ、本当に私はその点恵まれていたなというふうに思います。まあ、特にもし若い人がいれば言いたいのは、まあ、このような仲間に囲まれてですね、さまざまなことを吸収し、自分を磨けるということが本当に重要だというふうに思います。さて、ここに写っている作業着のメンバーでどこへ行くのかということなんですけども、神岡での建設現場に行くんですが、すいません、建設現場というぐらいの言葉からなんとなく雰囲気はわかると思うんですが、鉱山の中にあります。で、これが鉱山のですね、まあオフィス兼トロッコの格納の建物なんですが、まあ、外から見た目写真で、こちらが中です。で、こういう、トロッコで、当時ですね、毎日鉱山の中に入っていました。ちなみに、スケジュールがもちろん運行計画がきちんとあって、朝は確か7時10分と7時20分で入っていって、夕方は、3時18分、まあ、それでほとんど出ることはないんですけど、4時18分、5時18分、もしそれに乗り遅れると22時48分かなんかのというような、そういう運行スケジュールでした。で、まあ、このトロッコで行くわけですが、こんな感じで、まあ、これはカメラでフラッシュ焚いてるから明るいんですけど、まあ、こんな感じで、先ほどのトロッコの電車の中に入っていくと。で、ここにいるのが小柴先生で、まあ、ここにたまたま映ってるのが私です。それで、実際に神岡での、置かれているところっていうのは、トロッコで約3キロ入って、
山の頂上から深さ1000メートルぐらいのところです。でそこで先ほど言った16メートル直径で高さ16メートルのタンクに、光検出器を取り付けるという、そういうそのようにして測定器を作っていくわけなんですが、これが作っている時の写真です。で、16メートルっていうのは相当高いので、素人が16メートルのところを足場でとても作業できないというわけで、結局我々がやったことは何かというと、大きいゴムボートを並べて、その上で作業をするということをやりました。ちょっと非常に不安定でしたけど、それでも落ちることはありますけれども、落ちて、床に激突するよりはマシというわけで、このような形でやりました。で、多分これが私です。このようなことをですね、1983年は3月頃に始めて、だいたい形になってきたのが、これがその時の写真ですが、これが6月末の頃、したがって我々は3月頃から6月末頃まで毎日毎日、このような作業をやって、少しずつ高電子増倍管、光検出器をつけて、だんだん水槽の上まで来たという、そういう写真です。さて、このような形で測定器ができたわけですが、で、これから、だんだんとニュートリノの話をするので、ちょっとだけ退屈かもしれないんですけど、ニュートリノの話をちょっとだけ入れさせてください。ニュートリノって何だろうということで、ちょっとだけ知っていてほしい。で、ニュートリノはですね、素粒子なんですが、どういう素粒子かというと、電子から電気を取ってください。電子はマイナスの電気を持ってます。で、その電子から電気を取ってください。そうするとどういうことが起こるかというと、ニュートリノがこう原子、あるいはさらに原子核に近づいていってもですね、電気的に感じることがないので、もう原子の中に入っても素通りして出ていくということが起こります。で、かつ、重さもあまりないと。それからニュートリノは3種類ですよという、ここら辺が少しポイントになります。で、重さは当時はないみたいだと言われていました。で、この電子から電荷を取ったので原子をこうすり抜けていきますよと言いましたけども、そのようなことをさらに拡張すると、実は地球でさえもすり抜けていきますということが実は分かります。で、あともう一つは、一応ただし生まれるときには生まれる。例えばここで書いたのは地球の大気で、ニュートリノは実は頻繁に作られています。つまりどういうことかというと、地球の大気で頻繁に作られるニュートリノは、たとえ地球に入っていってもそのまま地球を素通りしてどっか宇宙空間に出ていってしまいます。もっとも、全部一つ残らず素通りだったらですね、実験やっても決してニュートリノは見つかんないので、それじゃ困ります。我々は別に困るんじゃないです。失礼なんて言いましょうか。いずれにしてもですね、ニュートリノはちょっとだけはぶつかります。で、そうするとどういうことが起こるかというとですね、実は神岡んでというのは、先ほど言ったようにもともとは素粒子の力の統一、それを予言した大統一理論、これの予言した陽子の崩壊、これを探そうという、そういう実験だったんですけども、ほとんど突き抜けていくニュートリノなんだけど、たまにはですね、この水のタンクの中で、
水中の、原子核とぶつかって似た信号を出すことがある。つまりこれが我々が探したい陽子崩壊の邪魔者なんですね。ということで、研究者としましてはですね、この陽子崩壊の信号とこのニュートリノの邪魔者、これを一生懸命区別したいというわけです。そういうことで私は特に1986年の頃、博士論文を終えて、すぐの頃なんですけど、データ解析のプログラムの改良を一生懸命やっていました。で、先ほどの絵にもあったように、邪魔者っていうのはこの宇宙船が大気中で作るニュートリノなんですが、この地球の写真のこの一番表層の大気、ここでニュートリノが生まれます。これはちょっと専門的なのでいいんですけど、ともかく宇宙船が入ってきて大気中でニュートリノを作ってる。で、そもそも、の話、ここからそもそもの話なんですけども、1988で私が29歳の頃なんですけど、この数年、2年くらい前からちょっとなんかおかしいということをこうちょっと感じ始めていて、真剣になって86年の終わりくらいから87年といろいろとやって、いろいろと調べていました。で、結局大気ニュートリノのうち大気ニュートリノのうち観測できるのはミューニュートリノというニュートリノと電子ニュートリノというニュートリノなんですけど、このうち特にミューニュートリノが、計算値赤で示してあって、それに比べてデータが明らかに少ないと。こういうことに86年から少しずつ気がつき始めて、ずっとちょっと1年以上かけていろいろ調べたけど、何かなんていうのかな、データを解析する上で間違いはないというようだということで、88年に、ともかく足らないという、そういう論文を書くことにいたしました。いずれにしてもですね、そもそもの実験の目的は、素粒子の大統一理論が予言する陽子の崩壊を探しましょうということで、そのためにはニュートリノはバックグラウンド、邪魔者だったんですけども、ともかく、このようなデータが出て明らかにニュートリノが足りないというわけで、もうこの観測データなんか多分非常に重要だろうというふうに感じ、このデータを解明する、そういう研究にも専念することにいたしました。